アレカヤシはヤシ科の植物の一種。別名ヤマドリヤシ、和名はコガネタケヤシ。原産国はマダガスカル、アフリカ東熱帯ウリン気候地区。原種は10メートル以上にもなる高木。シユイ有一種。樹幹はタバセイシ、炭鉱色からハイカシ色でお白いをかぶり竹勘状になる。幹は時折分子し、この部分から根を出すこともある。 比較的手頃なサイズのものが国内で観葉植物として流通しており、飼育管理も容易なため、飲食店や公共施設等においてもよく見られる人気種である。約3000種ほどの種類があるが、多くの場合名称がアレカやシで一般認知されており、現在においてはアレカ族とは関係がないことが判明しており、本種がアレカ族分類されていた頃の名残である。 国内にも数種が自生している。野シの名称通りからに包まれた種子がなる。果実は、卵形から大円形で、長さ約2センチメートル。東高色から黒子色に熟す。原生地域では、鳥類や川掘り等の小動物の食料元となるが、現在においては、人用の食用には利用されない。害虫は、貝殻虫等。原産国であるマダガスカル。 アフリカ島熱帯雨林気候地域及びインド太平洋地域。国内においては、小笠原諸島への生態系侵入が確認されている。亜熱帯原産の植物であり、寒さには弱く、長期飼育する際は最低摂氏10度以上の気温維持が必要となる。屋外での飼育では非常に大きく育てることもでき、観葉植物としての育成は容易とされるが、 温暖な地域以外での越冬は難しいとされる。他のヤシ科の植物同様、耐陰性を持ち日陰でも育成が可能だが、日光不足となる場合もあるので、適度に明るい場所に置くことも必要である。その際の直射日光により、早気を起こすので、カーテン越しや半日陰に置くようにする。ありがとうございます。